何でもしようと思ったら何でもできるんですよ、うん、はい、面白そうやなって思うことをしたらいいかなと思って、そういうことをね、あと5年ぐらい経ってからもう一回書いてやってみるとまた何か違うのが見つかるかもしれないし、何を書いてる、だからそのやりたいこと書いたりとかね、うん、そういうことを勉強されたようなことをやりたいことリスト、ああ、何個ぐらい書いてる、100個ぐらい、やりたいことっていうか、僕がそのストレスに感じることと感じないことで、その自分ができることできないこと、得意なこと、好きなこと、嫌いなことっていうのをもうとにかく書いた。だからはっきりしてるんだね。そう、でそれをこうつなげてるとこうなるかな。でじゃあ嫌なことはやらない、やりたい楽しいなと思うことだけをやる。でそこにこう現実のことがあるじゃないですか、例えば場所とかお金とかな。でそこでじゃあ自分ができることっていうのを考えてすると、行き着いた先がこう、この形っていうのが勉強になりますね。なんか理論だと、いやいやいや、でも続かないですしね、自分がそう楽しいことだったりとか。そうです、だから人から見たら大変やなと思うことでも自分が好きでやってたら全く大変って思わないじゃないですか。だから一人でやってて大変ですねってよう言われるんですけど、僕全然わかります。めっちゃわかります。一人でやりたいからやってるんで全然大変じゃないです。めっちゃわかります。めっちゃわかります。なんかすごい理想形のことをされてるなって思うから、私もちょっと、ね、ちょっと書いて、もし自分がはっきりと書くのは大事よ。あのやっぱね、目で見てすると、あ、そうなんかって気づくことってやっぱあります。はい。頭でこう思ってるだけじゃなくて、ね、僕は今ちょうど昨日書き出してるけどね、ワクワクすること、あ、はいはい、今30ぐらいずっと待ってますもんねで言うある説によると100まで書いたら書けるっていう、で今から書くことが本当の心の奥底に自分でも気がついてないことかもわからん可能性がある。だから今から書くことは非常に、今から書くことはどういうことか、30以上、うん、30までは普段頭にあることなんです。30から出てくる以降が本当の奥深いところ、うん、まあ本当かどうかはないやけど、奥深いところのが出てくる可能性がある。あ、なんかそれ聞いたことありますけど、そういうこと。レストラン、ムク、オーナーの加納新平さんのインタビューを終わります。1時間を超える取材でしたが、最後に新平さんからビジネスの真髄をお聞きすることができました。新平さん、ありがとうございました。5年後が楽しみです。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。